久米五軒神社は、奈良県柏原市久米町にある神社。式内社で、旧社格は孫社。創建の由緒は不祥である。五軒神社という神社は、大和国内に7社あり、いずれも、皇室の御領地である。五軒に鎮座していたものである。日本初期、水人天皇27年に、ゼド氏、キメユーに三宅を起こすという記述があり、創建もその頃とみられる。式神では、 大和国高市郡群久米五軒神社三座と記載され、式内社、商社に列格している。ただし、演起式記念祝詞には、他の6つの五軒神社が記載されているが、当社は含まれていない。久米市の衰退とともに、当社も衰微したが、隣接して久米寺が創建されると当社はその鎮守社、天神社、または、久米宮として再建された。江戸時代中期頃からは、 天魔宮や天神社と呼ばれるようになった。現在も天魔宮、天神社と書かれた灯籠が数多く残る。1868年の神仏分離により、久米寺から分離され、明治中期に久米御剣神社に改称した。また、孫社に列せられている。御君神社記では、天狗死ね台クの命で一つの神明としており、式内社調査報告では、 元は一柱の神であったものが、近世に二つに分割して伝えられたものであると考えられるとしている。大久米命は、神武天皇に仕えた久米武元祖の人物である。一体は、久米武の居住地であったきめゆであり、その祖神を祀ったものである。ありがとうございます。